からなくもないような気がするけど、念のためって感じで。いつ？ありがとう。でもそっか、京介ちゃんが戻ってるのはあの夏なんだね。この前も言ったけど、京介ちゃんかっこよかったな。うん、やんでるね。よかった。滑って転んだりしないようにね。あの、京介ちゃん、ありがとね。うん、そっちもあるんだけど、話を聞いてもらってってこと。一人で抱えてるには重たすぎて。どうしたの？今日はいつにも増してその気がなさそうな感じがする。私にはわかるの。やっぱりいつもと違う。そんなんじゃないけれど、自分が自分の全てを把握しているわけじゃないから。お兄ちゃん、やっぱりいつもと違うから。うん、やめたくない。
私わかった。お兄ちゃんきっと誰かのことが好きになっちゃったんでしょう。だからだと思う。今日のお兄ちゃんが違ったの。あら、どうして？けれど、感情を止めることは誰にもできないから。そこまでは言っていないかもしれない。気になる程度なのかも。もし私の考えが間違っていないなら、私は。そっちにいるよ。あ、どの辺？Thank you.
スイングっていうか振り下ろしてるけど、私剣道なんかやったことないし、一緒に入れたら食べられちゃうんじゃないの？うん。喉乾いたね。これが減量の苦しみってやつかな。減量ってボクサーだよ、ボクサー。なんでこうなったら、もうカサカサになるまで頑張りますか。もう疲れた。眠くなってきちゃうね。うん、ほんと。ちょっと昼寝でもしようか。Oh.
かした？どうかしたの？寝ぼけた？何を？空？普通だよね。変な風って一体どんな？光そのもの？あの、飛行機雲とかじゃなくて？寝ぼけたんじゃないの？ボケたんじゃないんなら目かな。